トップは今頃プレゼンか。うまくいってるといいけど、あいつのことだしな。爆死してハゲ課長の説教&雑用のフルボックコースくらったりして、帰り遅くなってもなんか食えるように軽めの飯でも作っといてやるか。お、噂をすればトッポかて。先生どうしたんすか。あ、ひふみくん、突然すまないね。全然大丈夫っすよ。何かあったんすか。何かあったというほどでもないのですが、日頃多くの女性を相手に仕事をしているひふみくんを見込んで聞きたいことがあってね。オッケーって、何でも聞いてくださいよ。ありがとう。早速なんだけれど、最近流行っているカジノがあるのは知っているかい。カジノ、すげえきらびやかなとこのことかな。さすがひふみくん、おそらくそのカジノで間違いありません。お、そのカジノがどうしたんだ。社会勉強に行ってみようかと思ったのだけど、よくない噂を耳にしてね。調べたところ、女性客が多いということだから、ひふみくんなら何か聞いたことがあるんじゃないかと思ってね。ボラれたりカモられたりしたら嫌っすもんね。行く前に情報を集めるのは俺っちの男性だな。ひふみくんに手間をかけてしまうのは申し訳ないのだけど。水臭いっすよ。まあ俺っちもお客さんから話を聞いただけだから詳しくは知らないっすけど、でも知ってることは全然教えますって。本当かい。確かあのカジノは、いろいろと教えてくれてありがとう。参考になりました。ならよかったっす。今度行ってみるよ。はあ、頑張って用意して臨んだプレゼンは惨敗。あんなに残業したのに、資料も労力も全部無駄になってしまった。ひふみの誘いも断り、寝る間を惜しんで身を削った結果がこれか。新規の契約も取れない俺に何の価値があるのか。ハゲ課長にも君がちゃんとプレゼンできなかったんだろうって決めつけられ、数時間説教される始末。そもそも俺が作った資料にあれこれ難癖をつけて改変させたのは自分なのに、俺が全部悪いの一点張りで激詰めすることないだろうが。でもプレゼンがうまくいかなかったのは事実だもんな。仕事で成果を上げられないのはハゲ課長の言うように俺の能力が低いせいなんだ。営業先からバカにされるのも全部俺のせい。俺の。はあ、消えたい。朝からプレゼンの準備、本番、説教で何も食べれてない。さすがに何か口に入れた方がいいか。ガムとか飴とか一個くらい何か入ってないかな。うわ、訪問先で出されたペットボトルのお茶。せっかく気が紛れてきたのに、またプレゼン中のことを思い出してしまった。はあ、頑張った結果得られたものがこのミニペットボトル一本だなんて、俺らしいけど惨めだな。はあ、なんで営業先が渋谷なんだよ。家まで帰るのも面倒じゃないか。こっちは動く気力も残されてないってのに。なんだ？ね、猫？待てー！この泥棒猫！え？その魚は俺の晩飯だ！返しやがれ！
待てー、この泥棒猫。その魚は俺の晩飯だ、返しやがれ。ちくしょう、せっかく魚をゲットしたってのに。マジかよ。あ、新宿のリーマンじゃねえか。君は渋谷の…で、そうか、ここは渋谷だった。近寄るだけで不運が移りそうな面してんな。相変わらず失礼なやつだな。こんなとこで何してんだ。渋谷で仕事があったんだ。それで仕事は終わったんだけど。終わったからなんだよ、相変わらずかったりいやつだな。ああ、悪い。仕事で惨敗した挙句、さっきまで上司に説教されて気力が尽きて、気づいたらこんな時間になってたんだ。つまんねえ話だな。勝つ時がありゃ負ける時もあんだろう。まあそういう時もあるかな。いや、そういう時ばかりか。おー、ちくしょう、腹減った。まだ飯食べてないのか。さっきの猫に取られちまったからな。せっかくそのまま食える丸干しってやつを選んだのによ。金も全部すっちまったし、今日はこのまま宿なし飯なしだぜ。すごい、俺には想像つかないハードな生き方をしてるんだな。俺は慣れてるしあんま気になんねえけどな。つーか俺からすりゃお前の仕事の方がきつそうに見えるぜ。食いっぱぐれねえってとこだけはいいけどよ。あ、そうだ、こんなものしか持ってないんだが、よかったらやるよ。それは飲み物か。今日の訪問先でもらったお茶だけど、これを見ると辛いことを思い出すから困ってたんだ。かといって捨てるのももったいないし、こんな心機臭い俺から何かもらうなんて迷惑だよな。飲んでいいのかよ。え、俺は飲む気になれないから全然構わないけど。マッチか、助かるぜ。すごい飲みっぷりだ。足りめえだ。猫を追っかけ回して渋谷中走ってたからな。味のついてる飲み物なんて久々だぜ。失礼かもしれないけど、どうやってここまで生きてきたんだ。数日食べなくても生きていけるように食いだめできるんだよ。全然わからない。いやー、茶飲んで生き返ったぜ。リーマン、お前案外いいやつじゃねえか。これでしばらくはなんとかなりそうだぜ。マジで助かった、ありがとな。水分だけで持つのか。そういえば今日礼を言われたのこれが初めてだな。あのさ、お、よかったらなんだけど。いいのかよ、こんな。これくらいなら大した出費でもないからな。マジか。よかったらなんだけど、もうちょっと付き合ってくれないか。でかい仕事が終わったところだし、パーッと飲みたい気分なんだ。食べ物とか飲み物は俺がご馳走するよ。と言ってもコンビニくらいしか空いてないけど。マジか。ああ、
こんな俺とサシで飲むのが迷惑じゃなければ。迷惑なわけねえだろ。早速買い出しに行こうぜ。腹が膨れりゃてめえのしけた面もなんとかなんだろ。助かったぜ。爆買いしちまったな。酒に飯に菓子に食い物が大量だ。コンビニでこんな金額になったの初めてだ。じゃさっさとさっきの公園に戻って始めようぜ。すごい、こうして並べると壮観だな。さっさとしろよ。乾杯。腹に染み渡るぜ。たくさんあるから遠慮しないでくれ。おうや。んでよ、なんで落ち込んでたんだ。え？お前には借りができたからな。話くらい聞いてやるよ。ああ、ありがとう。実は仕事で少し嫌なことがあって。くそ、何がこの資料では何もわからないだ。営業される側だからって選ぶりやがって。どうせ社内でもあんな感じで部下をいびってるに違いない。お前酒飲むとめんどくせえんだな。こんな時じゃないと不満すら口にできないんだ。情けないよな。いいんじゃねえか。知らねえけどよ。とりあえず飲んで食えよ。ぬるくなっちまうぜ。ああ。よし。ああ。お、いい飲みっぷりじゃねえか。そうか。コンビニに行きゃいくらでも補給できんだ。どうせ飲むと決めたならガンガン行こうぜ。そうだよな。あのハゲも会社もいつも俺をコケにしやがって。身をすり減らして頑張ってる社員を大事にしろってんだ。チェクショー、分からないってんなら力ずくで分からせてやる。あ、急に立ち上がってどうしたんだ。あいつらに俺の怒りのラップをお見舞いしてやる。あいつら、つうかお前目が座って。行くぞ。ちょ、おい、かな、腐ったれ。やるじゃねえか。愚痴ってるよりよっぽどいいぜ。なんかすっきりした気がする。よし、気を取り直してまだまだ飲み食いするぞ。それじゃもう一軒行こう。俺のおごりだ。ああ、飯のあるところで頼むぜ。お前んちそろそろか。すっかり夜も更けちまった。下宿先の人も心配してるかもな。ずっと修行だったっすからね。え、あなたのお家でお茶を。でも用意とかするの大変じゃないっすか。ああ、バーに住み込み、なるほどっす。まあ家っつうか世話になってるって感じか。しかしバーか、そりゃいいな。送っていったついでに少し飲んでいくか。ひとやさん、なんか少し楽しそうっすね。そりゃあな、
酒を飲んでる時はガキどもの世話から解放されるわけだしな。店ってことは飯もあるんだよな。あちこちで買い食いしましたけど、自分もそろそろしっかりとしたもの食べたいっす。唐揚げとか食いてえな。お前らバーってのはな、酒を飲みながらゆったりした時間を過ごすための場所なんだぞ。つってもこいつの家みてえなもんなんだろ。そんなら頼めば飯も出てくるよな。図々しいにも程があんだろうが。こいつの言うことは気にしなくていいぜ。あんまり期待を持たせんな。すぐに調子に乗るからな。いらっしゃい。邪魔すんぜ。なかなかいい雰囲気じゃねえか。あら、あなた。夜分遅くに失礼します。少し連れ回しすぎまして、夜も遅いのでこちらまで送らせていただきました。そうだったのね。ありがとう。よう、なんか食いもんねえか。飲み物ならいろいろあるんだけど、とりあえず席に案内するわ。ありがとうございます。どうぞ。あなたたちが名古屋の皆さんなのね。お、知ってんのか。山で修行してるんだって聞いたときは驚いたのよ。私も一度会ってみたかったから来てくれて嬉しいわ。あ、ごめんなさい、自己紹介してなかったわね。私はアミリア・ナキリよ。ここのバーポートハーバーの店主をしてるの。ハライ空港だ。あなたがそうだったのね。こんなのでもこいつは寺の息子です。めちゃくちゃなところはありますが、修行にかけては信頼できます。よくわかってんじゃねえか。申し遅れましたが、私はこういうものです。ありがとう。あら、弁護士さんなのね。拠点は名古屋ですが、いろいろ請け負っていますので、何かあれば気軽にご相談ください。こいつは依頼料がクソ高えから気をつけた方がいいぜ。ご忠告ありがとう。もう一人の子は。我は愛物重視。我が腹からとは共に修行をくぐり抜け戦友となり申した。不思議な子ね。中心、普通に挨拶しろ。いてえ。そんなに強くぶたなくたっていいじゃないっすか。こいつは初対面の方相手に妙にカッコつけてしまう癖がありまして、失礼しました。自分愛物重視って言います。この人とは修行仲間なんです。よろしくね。ギャンブラって命がけなんだな。おうよ、お前も一回くらい給料全掛けしてみたらどうだ。なんだ、ずいぶん盛り上がってる奴らがいるみてえだな。ああ、そうなのよ。あなたにお客さんが来てるわよ。あなたにお客さんが来てるわよ。ねえ、あなたたち、この子に会いに来たんでしょ。おう、邪魔してるぜ。久しぶりだな。そっちのギャンブラーは見覚えある顔だが、なんだもう一人の酔っ払いは。二人ともこの子のお友達でね、飲んでるうちに盛り上がってこの店に来てくれたみたい。俺はだいぶ前から飯しか頼んでねえけどな。ま、観音坂くんはちょっと酔っ払っちゃってるけど、結構まともに会話はできるわよ。そうね、せっかく3人も新しく来てくれたわけだし、今日は貸し切りにしちゃおうかしら。いいんですか。気にしなくていいわよ。今日はクローズってことにするから。
ついでに何か飲み物を持ってくるわね。それじゃあ、俺はウイスキーを。空港と住所はまだ未成年なので、ウーロン茶とコーラでもいただけますか。わかったわ。なあ、最近どうなんだよ。こいつらとやってた修行は終わったのか。無事に終わったとこだ。今日はそれを祝して一日遊び倒しててね。いいですね。ま、こいつはなかなか骨のあるやつだ。拙僧が認めるくらいにはな。おお、ずいぶん認められてんじゃねえか。マジで頑張ったみてえだな。で、修行？それは一体。聞き手か。こいつは山道を全力で走ったり、ラップでの攻撃を受け続けたりしたんだよ。そんなことに挑むなんて、俺にはとてもできない。せっかくだからリーマンもやってきたらどうだ。ハゲ課長の説教から逃げる時の練習くらいにはなるかもしんねえぞ。そんな状況に陥りたくない。お待たせ。はい、ウイスキー。どうも。観音坂くんは結構この子と会うの久しぶりなのよね。はい、ちょっと前まではよく会ってた気がするんですけどね。最近はこの子仲いいお友達ができたみたいでね。私ともあんまり遊んでくれないのよ。そうか、ダチはまあいいもんだよな。大事にしてやれよ。そうだな。親友の頼みとかはできるだけ聞いてやった方がいい。俺とあんたは似てるのかもな。おい、何ニヤニヤしてんだよ。俺が素直だとそんなに面白いか。なんか本当にダチになったみたいだよな。勝手にしろ。別に迷惑だなんて思ってねえよ。おい、これやるよ。あいつのことだろ。あなたの思い込みってことはないと思うっす。詳しい事情は分かんねえが、少なくとも拙僧の目には距離が近づいてるように見えたぜ。確かにあいつは何か腹に抱えてるもんがある。だがお前といる時の笑顔に嘘はなかった。自分も最初はひどい人だって思ってたし、お友達になったって聞いた時も裏があるに違いないって思ってたっす。けど一緒に修行してて考えが変わったんす。もしかしたら悪い人じゃないのかもって。もしかして山でこいつと一緒にいた入れ墨入れてるやつのことか。あいつ俺に飯を恵んでくれたし、いいやつだよな。いいダチできたじゃねえか。お前には自分の思い込みかもって思うような事情があんのかもしれねえが、それでも共に時間を過ごしたダチには違いねえ。その関係を大事にすることだな。ダチか。そうか、君は授業とかも受けてたんだな。それだけじゃなくて、なんかクラブのイベントにも行ってなかったか。クラブのイベント。ああ、ホストかなんかの出張イベントだったらしいぜ。そんでその後、ラムダの事務所で会ったんだよな。え、ひふみのってこの間の出張イベントのやつからしいな。俺はそんなの知らなかったんだけどよ。タイミング悪くラムダんとこ行っちまって、帰ってくるまで待つ羽目になったんだよな。そうだったのか。はあ。何落ち込んでんだよリーマン。それひふみに手伝ってくれって声かけられてたのに、
俺は仕事のせいで付き合ってやれなかったんだよな。終わったことをいつまでもくよくよしてたって仕方ねえだろ。盛り上がってるみたいね。バーにしては騒がしくなってしまいましたが、大丈夫ですか？今日はお客さんもあなたたちだけだし、あの子がお友達と楽しそうにしてるのを見れて嬉しいわ。そうですね。酒のあてらしいが、乾き物っつうのも食ってみると意外と悪くねえな。クイックメニューって優秀なんすね。これなら自分いくらでも食べられそうっす。おいお前ら、俺の頼んだつまみをバカすか食うなよ。唐揚げとナポリタンも今作ってるから、もう少し待っててもらえるかしら。ごめんなさいね。すみません、ファミレスみたいなノリで料理を頼んでしまって。気にしなくていいわよ、貸し切りだしね。そうそう、グラスが空いてたんだった。天国さんは2杯目はどうする？んじゃ、酒はこれで、あとはハムとかあったら。はいはい。それにしても向こうの席のリーマンはずっと盛り上がってんな。今日は彼のおごりらしいけど、あのまま飲み続けたら明日には記憶がなくなってるかもね。朝になってもここで寝てそうですけどね。ま、それでもいいけどね。楽しんでくれて、またこの店に来てくれると嬉しいし。けどこっそりお会計上乗せしちゃおうかしら。多分バレないわよね。ま、貸し切り料金とかもありますしね。そうよね、なんてね、冗談よ。ひふみくんに聞いてみても、カジノについては新しい情報が手に入らなかった。あのカジノできたのは結構前らしいんすけど、最近リニューアルしてめっちゃ人気出たとこで、俺っちのお客さんも内装の豪華さとか雰囲気の良さで勧めてくれる人が多いかな。ホールがすげえ綺麗とか、店の人の対応が丁寧とか。そうそう、全然勝てないって話も聞くんで、ギャンブル目当てで行くなら気ぃつけた方がいいかもしんねえっす。カジノのスタッフに話を聞いても芳しい成果はなく、白い服の人々ももう目撃されていない。邪推かもしれないけれど、カジノはクリーンだという情報を拾わされているようにすら思える。解雇された店長、全てその人の仕業なのだろうか。憶測にとらわれすぎてもいけませんね。ひふみくんから聞いた話は一郎くんにも共有しておこう。こんにちは。こんな時間にすまないね。少し時間をもらえるかな。君も私に聞きたいことがいろいろあるんじゃないかと思ってね。合口みくじ、いろいろと情報を集めてはみたが、どれを取っても特別おかしな点はないな。両親が離婚し、自分だけ捨てられそのまま裏稼業に。よくいるゴロつきそのものだな。こいつがチャームを集めている筆頭というところまでは分かった。しかし単なる金目当てのチンピラどもがここまで組織だって動くものなのか。バカラミユキとの関係は依然分からないまま、あの子に近づいているのは偶然か。もしもし。ジュート、報告がある。何でしょう。先ほど山であいつと会ったのだが。山で？互いに修行していたところ偶然出くわしてな。いろいろと気になる点はありますが、今は置いておきます。それで？その場に合口みくじがいた。あいつの友人を称しており、共に行動しているらしい。何？本当ですか？
チャーム狩り容疑のかかった男と、あの子がなぜ？明日、あいつは召喚のベースキャンプ付近で修行することになった。合口も共に来るはずだ。見に来るといい。ええ、そうさせてもらいます。では、失礼する。目的は神様か。こんなところまで連れ出してすまないね。私はこの景色が好きなんだ。町全体を見渡せて気分が晴れる気がする。みくじからいろいろ聞いたのだろう。私の指示で君に接近したということも彼からすべて聞いたよ。君を騙すような形になってしまったから、私としても気にかかっていたんだ。みくじは私を手伝ってくれている。私の理想に共感してくれてね。君にも話しておこうか。私があの子を助けた日のこと。おい、俺なんか助けても何の得もねえぞ。別にこのまま死んだって誰も心配しねえのに。何のつもりだこんな。君を医者に見せたことを言っているのかな。私は君のような子たちを減らしたいと思っているからね。君を助けたのはその第一歩というところだよ。綺麗事だな。そう聞こえたのなら私に力が足りないということだろうね。少し昔話に付き合ってくれるかな。私はね、これまでいろいろなことをしてきたんだよ。店舗のプロデュースをしたり、会社を立ち上げて諸国との貿易をしてみたり、インテリアや家具の買い付けとか、それこそ普通の販売業もやってきた。そこで多くの人と知り合い、さまざまな話を聞くようになったんだ。この歪んだ社会のしわ寄せを受けながら生きている子供たちの話もたくさん聞いたよ。君もそんな子供の一人なんだろうね。あいつがあんなことをしたのだって、あんたが戦争孤児なのだって、元はといえば全部この世界のせいだろ。裏稼業に手を出さないとガキが生きていけない世界なんておかしいに決まってんだ。俺たちだってもっと真っ当な暮らしができるはずなんだ。だから俺はあの人と一緒に世界を変えたい。何もないけど。ああ、私は世界を変えてみせたいんだよ。世界を変える。ああ、そのためには私はできうる限りの富を集めなくてはならない。それを使って人を救い導きたいと思っているんだよ。そうすれば君のように身寄りのない子たちだって救ってあげられるはずなんだ。私も自分にどこまでのことができるかは正直わからないけれど、挑戦はしてみたいと思っているんだ。そんなことできんのかよ。私一人の力で成し遂げられるとは毛頭思っていないよ。君を助けたのも何かの縁だ。少しでも私に期待をかけてくれるなら、私を手伝ってくれないかな。俺が？それからみくじは
私の手助けをしてくれているんだ。今回は君を疑って一方的にサポート役をつけるようなことをしてすまなかったけど、それもこれもラップバトル大会を成功させたい、ひとえにその思いからなんだって。それもみくじから聞いているかな。やっぱりそうか。あの子はいろいろと話したくなってしまうほど君に心を開いているんだろうね。誤解されやすいところもあるけれど、ああ見えて繊細で不器用でまっすぐな子なんだ。今回の件も最初君に近づいたのは私があの子にお願いしたからだろうけど、最近は自分の意思で君と一緒にいたいと思っているんじゃないかな。だから責めるなら私を責めてくれていい。でもみくじとはこれからも仲良くしてくれると私としても嬉しいよ。君から私に何か聞きたいことはあるかな。二人でじっくり話す機会なんてなかったからね。何でも聞いてくれて構わないよ。ああ、私のメールに書いてあったけどね、中央区のせいだよ。今回のラップバトル大会を開催するため私は中央区へ話をしに行ったんだ。君も知った通り大きな大会にしたい。そのためには中央区の後ろ盾が必要だからね。そこで公認イベントとして認める代わりにチャームを集めるよう条件を出されてしまってね。日本であのレベルの大きな興行を執り行うには中央区に従うしかない。悔しいけれどね、チャームなんて都市伝説の息を出ないと思うが、中央区は躍起になって集めているようだ。それこそ最後の一枚まで集めきりたいと言っていたが、私は言われるがままだ。理由も特に知らされず、ラップバトル大会を主催する立場上チャームを集める手助けをしてしまっているというわけなんだ。こう言ってしまうとなんだか情けないね。すまないね。ただ少し気になっているから大会の準備を進めながら探ってみてはいるよ。チャームがどんなものでなぜ中央区の連中が集めているのかをね。話は変わるけれど参加者集めの方は順調らしいね。大阪と名古屋2チームの参加は取り付けられたとみくじから聞いたよ。今はこの前話した4チームとの交渉を進めてくれているという感じかな。君には手間をかけて申し訳ないが引き続き頑張ってくれると助かるわ。どうもありがとう。期待しているよ。時間がないわ。カナリア様、 A 地区の調査結果ですがチャームは見つかっていないと。そう、ありがとう。 B 地区では取引の情報が1件確認されています。わかりました。どうされますか？もうだいぶ枚数も少なくなってきています。今回は私だけで向かうわ。はっ。おかしい。どうして見つからないの？そんなはずがない。カレス。あなたのものじゃないでしょ。これは私のものなのよ。やっと一枚か。でもまだまだ足りないわ。もっともっとたくさん集めないと。じゃないともう